はいどうも、ちょっとね、8時半ぐらいまでやれば、こんにちは、こんばんは。寂しいのです、頑張ってました。ね、金くれってことで金ください。こんばんは、ね、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは、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 のこさんこんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ね、金ください。こんばんは、大塚さんこんばんは。8時30分までやれば。死亡はメンタル死んでる。ね、僕の配信あってよかったね。こんばんは、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 こんばんは。この後、俺、またニコニコチャンネルの会員限定配信あるから。お茶ばかりざす。疲れたよ。だってさっきも会員限定配信やってきたんで、外配信。こんばんは。さっきも、外配信やってきた。はなちゃん、ありがとうございます。はなちゃん。はなちゃん、ありがとう。はなちゃん。ありがとうな。こんばんは。寒くてお疲れだ。顔赤いって何が。酒飲んでないよ。こんばんは。これから酒飲むわ。こんばんは、こんばんは。はじめ初見です。ね、体温まりましたか？お茶爆ありがとうございます。体温まってね、寒暖差ちょっと眠いです。ロッガのお茶爆もありがとうな。のごちゃんのこんばんは、こんばんは。こんばんは。はなちゃん、お金ないの？お金あるけど、こんばんは。もっと惜しんでよ、金が。金がもっと惜しんで、いつも言わせんな。いつもこう流れじゃねえかよ。いつもこう流れ、俺はもっと惜しんで、金が。精神薬ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。お金あるでしょ？あるよ。あるけど、もっと欲しいんだよ。ね、お茶ばくありがとうございます。もっともっと欲しいんだよ、俺は。な、こんばんは。もっともっとほんと6000万、5000万。5000万以上欲しいんだよ、俺は。な、何か、まずは5000万以上。お茶ばくありがとうございます。その後、奥。ね。世の中ね、足のせい、シンプル。今日に、彼は、こんばんは。まず5000万。はい、怖いな、強欲。お茶ばくありがとうございます。貯金何円あんの？ 5000 万以下。笑わせ。うん。待って、お金がわい。いやいや、来ておしまい。1億稼ごう。そうそう、1億目指します。もうありねえよ、バカ野郎。もうあるって。だって俺、親父にだからさ、回してんだって。親父に。うちの親父に。うん。うちの親父に回してんの。お茶ばかりです。こんばんは。向井さんよりあるねえよ。うちの親父に俺回してるから、本当に自分で稼いだ金ね。だからだよ。うちの親父に回しなかったら俺は、全然貯金、5000万超えてると思う。うん。5円は、バンドの所得格差すごそう。そっかそっか。こんばんは。うん、所得格差すごいです。一種にカツアゲされてるのか、精神薬やつはそんなめっちゃ渡して当たり前じゃん。生活費とか全部渡してるよ。生活費とか全て渡してる俺、親父には。マジマジマジ。こんばんは。だって、ここだってもともと親父の家だよ。うん。お父さんに毎月やってんの？うん、毎月やってる、やってる。うん。印税は入ってない、まだね。大好き。今日カラオケでかまっちゃう。あらっと、親孝行だ、こんばんは。うん、追い出したからさ、ここ親父の家で俺が追い出したから、な。うん、親孝行。偉い。のごさん優しい。偉いってない。普通だろ。普通だよ。うん、俺だってあげたくねえよ、親父なんかにや。ね、早く死ねとは言わねえけど、親父元気。親父元気、元気、元気。うん。なんか2週間前に会った親父。うん、酔っ払ってない。まだ酔っ払ってないよ。うん、これから酒飲みます。こんばんは。うん、早く死ねは言い過ぎです。LINE 声。それが普通、パパ活してる。のこさん、パ活してるってマジ。パパ活もしてえよ。なあ、ほんとに。俺をケツ貸すよ。うん、その普通はなかなかできない。よかったよかった。100万の上に俺は立っている。生きてて、こんばんは。今日も疲れてた。親死んでいる。こんばんは。ニコニコ見れなかった。この後もニコニコやるからね。うん、とりあえず今日は、あれね、配信2回目です。さっき外配信してきた。精神薬アイザーです。会員限定で。うん。のこさん、パパ活しようって、どういうことや、パパ活。うん、ママ活じゃないの、俺の場合は。こんばんは。ママ活じゃないの。なんかさ、おばはんとかにさ、ね、金もらって、それでさ、ね、なんか君にするみたいな。お茶ばかりアイザーです。君うまいよ、俺。君うまいのかな金、君にするから、俺。のごさん大好きです。ありがとうございます。ママ活です。はい。配信デーです。はい。だってもう久しぶりだもん。のごさん彼女できなくて病んでます。別に俺がいるからいいだろ。な。俺がいるからいいだろ。のごさん彼女いなくて病んでますって。ね。俺は彼女みたいなもんだろ。のごさん何歳なの？36歳で俺。36ですよ。こんばんは。のごさんの君に長いよ。昔モノマネしたよね。そう、君のモノマネ。変な話しかしてないな。変な話って何ですか？どういうことですか？世の中変じゃないですか？ね、今日もさ、刃物男が出てさ、ね、慶応のジョーカーも出てさ、毎日毎日、世の中の方がおかしいだろ。世の中の方が変だろうが。俺よりもよ。なあ。世の中の方がさ、変だろうがよ。なあ。性病には、なんでこんなイケメンなの？いや、それはパパのおかげ。パパのおかげ。本当にこれは親父に感謝だよ。親父だってめっちゃイケメンだもん。めっちゃイケメンだもん、親父。今日の刃物、そう、今日も刃物事件あったからね。やばいよね、お前らほんとさ、学校とか電車とかさ、ね、お茶爆アイザンス。ママはブスじゃねえ、バカ野郎。そこまでブスじゃねえよ。マイスリーありがとうね。マイスリーありがとうございます。マイスリーありがとう。のこさんが元気ならいいや。いや、最近自律神経失調症でやばい。今俺元気なのは、さっき配信してきたから。さっき配信してきたからだよ。ジョーカー、俺が今元気なら酒飲んでたりとか、ラリったりしてるわけじゃない、精神薬で。ラリったりしてるわけじゃなくて、単純になんかさっき配信したから、久々の配信だもんね。マイスライザース、5日ぶりだろ、お前らは。5日ぶりだろ。自律神経失調症してる。のこさんって彼女に依存とかすんの？依存って俺はするかもな。精神薬アイザース。いや、なんだかんだするのかもしんないな、俺もな。ツンツンしてるけど。ツンでるかもな。ニコ生ってのこさ以外にも配信してる人いるの？いない。ニコ生俺だけだよ。ニコ生は俺だけです。はい。お茶ばくやざんす。俺専用サイトだから、あそこ。ツンでる。唇パサパサ。甘えたさんだから、俺。だからお前らに甘えてんじゃねえかよ、俺は。なあ。俺はお前らに甘えてんじゃねえか。もうね、完全にツンツンしてるけど、結局ツンデレだよね。お前らに甘えてんじゃん。別にお前ら彼女とか彼氏とか言わねえけど、ね、そんな気持ち悪い。お前ら彼氏とか彼女とか言わないけど、お前らに甘えてんじゃねえか、十分さ。お茶ばガイザース、今日も可愛いな、ありがとうね。今日素直じゃんって。お金投げ、いや、全然。ツンデレムーン、ピンク、たくさんの彼女。年上と相性さそう。でもそれは本当に大型の年上、相性めっちゃいい、俺。アイドルみたいなこと言うやん。アイドルみたいなもんじゃん、俺。関係にも、甘えされない。なんでそんなに可愛いの？今寝てるから、ね、こんな感じで寝てるから、それはね、今ちょっと寝てる。さっき外配信してきて、ちょっと疲れちゃったから、ちょっと寝ながらちょっと今配信してんだけど。そう、ちょっと疲れてベッドから始めてるけど。これツイキャスですよ。ツイキャスです。フリーのツイキャスです。会員限定じゃないです。だから会員限定じゃないさ、ツイキャスもさ、こうやってやってくって言ったろ？ね？なんで読み上げつけてんのってのは、つけてねえバカ、お前だけだろうが。なんで読み上げつけてんのって、おめえだけだろうが。お前のスマホ今から捨てろら、こんな野郎ら。な、体験に向かって。な、空に向かってよ。読み上げつけてないよね、これ今ね。えらい優しい。首埋まってて可愛い。フリーありがとう。だって5日前だよ。フリーやったの。5日前で、もうフリー始めた。ね。会員限定配信今日もまたこの後やるけど。でもそれでもまたさ、ね、フリーだから合間縫ってでもやるから。ね。捨てないで、捨てろ、スマホ。いや、何？ 100 万の命の上に立って、うるせえ。なんだこれ？どういうこと？これ何？これ100万の命の上に立って、さっきから。今日ジム行ってきた、褒めて。ジム行ってきた、褒めて。褒めた。すごいね。いや、それはほんとすごい。なんか揺れてないってどういうこと？地震？最近けど地震なくなってなんか多いよね。なんか、体験にぽいっちょ。こじき。はい、やらず。のこさんこんばんは。褒め方。ごめん、読み上げ、こっちの設定でした。謝れる人はね、僕好きです。はい。じゃ許します。ニコ生とキャスの会員、どっちがいい？会員なりたい。いや、残念ニコ生。絶対ニコ生。お前らあれ、ニコ生は絶対なった方がいいよ。ニコ生、ニコニコチャンネル。だって俺いつも言ってるのは、ニコニコチャンネルに入ってる人たちの、付加価値で、ツイキャスのメンバーシップ始めたから。でもツイキャスのメンバーシップも入って。500円コース、1500円コース、2000円コースあるから。今けどツイキャスのメンバーシップも、あれ460人ぐらいいるよ。460人。ちなみにニコニコチャンネルは、970人。970人。ニコ生の方がのこさんにお金入るんやっけ。そんな感じ。そうです。精神薬ありがとうございます。めちゃくちゃ増えたな。あ、増えてます、増えてます。うん、増えてる、増えてる。そんなに、うん、増えてます。2000、そう、2000コースとか余裕ある人は入ってください。聖域550円であの内容は格安だと思う。そう、だから、メンバーシップで、お金を搾取したいってことですよ。ニコ生は限定動画もあるし、マジお得だよね。けど全然メンバーシップもいっぱい配信してるよ。メンバーシップ会員限定配信とか。うん。だからそういったお得な動画とか。お得なね、2000コース入った人には2000コース入った人限定のイラストとか。うん。そういったこともメンバーシップもやってるから、メンバーシップどっちも入って。だからお金ある人はどっちも入って。で、お金がない人たちは全然俺こうやってやるから。うん、だからね、クレジットカード持ってない人とか。だから、残さんそこら辺バランス持ってね、やるときはやれますから。うん。そう、会員限定いっぱいあるけど。会員限定は会員限定でいっぱいあるけど、たまにこうやってやるから。そうそうそう。うん。あ、イラスト可愛かった。こういうとき、メンシップ以外の配信楽しみに来てます。はい。ね。メンシップ、まめにしてくれて、そうそうそう。優しい、ありがとう。フリーキャストもしてくれ、ほんと優しいね。いやいや、全然全然。有害に取りはまってます。残せやすい。やっとバイト決まったので、ああ、買い入って、あれだとね。クレカないと入れませんかね。いやー、そんなことないよ。クレカなくても入れる。帰れます。なるべくクレカで入ってもらいたい。お金持ちになりたい。のこさんの弟子になる条件とかってありますか？うるせえや、それなんか、お前なんかさ、2年前も聞かなかった、お前。精神やからざます。のこさんの弟子になる条件ってなんか、たまになんか聞かれるんだけどさ、ね。弟子になる条件はまずさ、投げ銭することだよ、俺に。な。今まで楽しんだから今耐えられます。うん。またしょ、お前言うなしって何が？え？どういうこと？お前言うなしってどういうこと？うん。え、何？だから要するにリスナーに対して、お前っていうのが、なんか嫌だってこと？お前は。え、ああ。何それ？だってお前はお前じゃん。うん。今のなんか新規リスナーかな？新規リスナーの人はお前って呼ばれるのが嫌だったりする人っているのかな？若い世代？知らんけど。うん。お前うん。リスナーに対してお前らとか、お前とか言うのって、なんか不快に思う人っているの？そんな人。こんばんは。そんなやついんの？器狭えな。うん、器狭いもん、やばいよな。うん。どんだけお嬢様だよ、お前。な、どんだけお嬢様だよ。な、過保護で生きてきてよ。な、毎月なんか親からさ、ね、毎月さ、50万円とかさ、もらってさ、過保護で生きてんだろ、バカ野郎、本当にさ。ね、うん。あけみちゃん50万円今月もあげるよ、とかさ、そんな風に言われてんだ、バカ野郎、本当にや。な、本当によ、貴様がや、クソがや。その人なんかいない。でもさ、結構おかしいじゃん。だってそんなの、だってさ、お前って、だって別にお前って呼んでないやつなんて大体、まあ他の配信者も見てる人だと思うんだけど、なんか俺に対してそう言うってことはね、他の配信者を多分見てると思うんだよ。みんなお前って言ってんだろ。な、お前って。クソ野郎とかゴミとかさ、ね、もっとひどい配信者いっぱいいんだろ。お前なんか普通だろうが、んなもんや。な、ね、貴族だよね。何？ネット用語、父にお前って言われる。まだ優しいっしょ、こんなもん。今まで彼女に依存したことある？それさっき答えました。お前耳ついてんすか？本当にや。耳鼻科行ってください。ね。冗談だよってコメントしたよ。とてつもなく、それは冗談でしょ。当たり前っしょ。お茶ばかりざんす。カコ様かな？ほんと、はにゃって感じだよね。なれるよ。逆にのこがあなた方って言ってる。あなた方本当にさ、ちょっとさ、いい加減にしてくださいますかって。ね。マジで。ね。あなた方はどう思いますかと。で、君たち。君はけど俺たまに言うな、君は。君は。あなた方って。なんかちょっと、それもあれじゃない？みんなからしたらあれじゃない？結構あなた方って呼ばれるの嫌じゃない？お前がいい。だってなんかちょっとなんか突き放された感じしない？なんかすごい距離感っていうか、なんか、ね、ね、そう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 。ね、なんかわかるっしょ。ああ、なんかちょっとなんか距離感感じるよね。なんかね、わかるわかる。他人行事みたいになっちゃう。うん。俺けど昔からお前だよ。うん。昔からお前らとかお前だよ、ずっと。距離感ある。なんかそうそう。なんか、うん、俺別に、俺けど10年前からこんな感じだよね。うん、13年前から。こんばんは配信。お前って。あなたは、とか言ってないよ、俺。うん、ずっと多分13年前からあなただよ、俺は。お前って、お前のは好き。お前、それがいいよ。変わんない。うん。ね。いつも怖いからよくわかりませんです。俺怖くないよ。何が怖いだよ。おめえのは怖いよ。俺なんかいつ怖いんだよ。最近なんかもう毒も抜けた36歳のおじさんだよ。うん。昔みたいに暴言吐いてねえだろ。怒ってもいないし、暴言も吐いてないしさ。20代の時だったら暴言吐きまく、殺すぞとかさ。ね、今からお前の家行って燃やしに行くぞとかなんかそんなこと言ってたけど、20代の時ね。ツイキャスで。うん。だからさ、そんなさ、ピアキャ自体はお前じゃなかった。嘘。お前とか言ってなかったっけ？まあいいや。とりあえずけどさ、本当にさ、そんなんなんかさ、ね、暴言なんて俺もう全然言ってませんよ。うん。昔に比べたら。怒ることもなくなったし。うん。酔っ払うと暴言発火も。まあ酒飲むとね、なんで怖いって言われるんだろうね。わかんない。厳しいもんな、ツイキャス最近。そうなの？新規はちびる。僕も先月までそうだった。新規はちびる。まあ、新規の人はね、確かにね。新規の人は確かに、慣れろや。新規の人は慣れろ。ああ。そうそうそう。リスナーさんって言った。うん。丸くなったってことか。いや、違うんだよ。俺が丸くなったんじゃなくて、お前らが、雑魚になった。うん。いや、まあまあ、これはけどね、真実を言うと、お前らは雑魚になった。うん。だから俺が20代みたいになんかね、殺すぞとか、ね、お前ん家に火つけに行くぞとか言ったら、本当にね、お前らね、冗談が通じないんだもん。単純に。ブラックジョークが。うん。雑魚っていうか、そのブラックジョークが通じなくなった。これやっぱ、いつも言ってるけど、ツイッターのさ、リプライでもさ、俺20代の時さ、ね、いつも言ってんじゃん。さ、コメントつまんなくなったって他の配信者も言う。そのなんかつか、おはようってさ、ね、リプランでさ、おはようってくんじゃん。そしたら俺大体20代の頃さ、ね、俺昔はさ、死ねって返したんだよ。おはようって来たら死ねって。ね。うるせえバカ殺すぞって。ツイッターで。うん、おはようって来たら。うん、それも別にブラックジョークのつもりでさ、俺の愛だよ。愛だよ。愛。俺なりの愛だよ。うん、別にキレキレとかじゃなくて、俺なりの愛だよ。そういうだからジョークがさ、通じなくなったんだよ。うん、お前、本当に、世の中。うん、世の中ジョークはね、通じなくなったから、俺それになんか合わせてるだけ。なんか本当にショック受ける人が増えてきて、こんばんは、最近。うん、最近ね、なんかね、本当にね、なんかまあ最近じゃないんだけど、ここ、まあ5年前から。5、6年前から。最近じゃねえや、5、6年前からだよ。うん、5、6年前からだね、これね。5年前とか、5年前とかからかな。マジで。お茶場ガイザンス。ああ。マジでブラックジョーク通じなくなったからね。初期の2ちゃんくらいやで、それ。だから俺2ちゃん出身だからね、俺。精神薬ガイザンス。お前って言ってください。俺だからまあ、2チャンネラ出身だから、だから余計に俺ってやっぱこうなんだけど。そう、2チャンネル出身だから。お茶ばっかりです。2ちゃんのノリで俺ツイッターやってたからさ。ずっとね。うん、そうそうそう、そのね。20代の頃。うん、最近5ちゃん見てる。剣もいたとか全然見てるよ。はい。2ちゃんもはや懐かしい。そうなの？俺全然見てるよ、最近。最近5ちゃんにレスしないよね。悪禁されてるっつってんだろ、昔から。悪禁されてるんだ、俺はよ。レスしたくても、悪禁されてんの、俺。ああ。悪禁されてるんです、僕。剣も板に。うん、悪禁。何したかどうか忘れたけど。書き込めねえんだよ。書き込めねえで、すれたてもできねえんだよ。こんばんは。うん。悪金久々に、俺悪金されても、うん。永久か知んないけど、最近は試してないけど。うん。最近は試してないけど、とりあえず何年か前俺悪金されてて、書き込めませんって。わかんない、なんか何したか。まあ結構なんか、まあまあ、確かにね。剣も板にしてもなんかちょっとすれ立てまくってね。すれ立てまくってなんか、まあなんか荒らしたりとか、荒らし報告とかなんかあったのかな？わかんねえけど。そうそうそう。まあそんな感じだって、書き込みできねえんだよ。とりあえず。巻き込まれてるだけ。そう、巻き込みもあるよね。悪金ね。悪金はちょっと巻き込みあるかもしれない。巻き込みあるかもしれない。わからん。B 自体が悪金されてるのが、なるほど。そうそうそう。だから、すれたてもできないんだよ。精神薬ありがとうございます。けど、まあ、剣も板とか別にね、昔だったら入足時代とか、別に俺の代わりにさ、ファンがさ、ね、すれ立てたりしてくれてんじゃん。ね、去年だって、今年だってさ、ね、今年だって進撃の巨人が決まった時もさ、いっぱいすれ立ててくれたじゃん。ね、ありがてえ、ありがてえ。剣も面。のこと言えば2ちゃんなのにな。眠くないよって眠くない。当たり前じゃん。眠くねえよ。5チャンネルに書き込むの怖くないですか？超怖いめちゃめちゃ怖い。いやーもう、本当にね、めっちゃ怖い。あれやばい。だって俺が書き込まれた時って入足だよ。入足時代だよ。今の剣も板なんて、ね、今の5チャンネルの剣も板とかさ、あんなんなってまだみんな優しくなったじゃん。みんな年取って、俺もだけど。みんな年取ってさ、優しくなったじゃん。入足時代。もう、だから10年とか、わかんないけど、まあ、とりあえず、もう10年前とか昔やばかった。入足時代やばかったよね。もうみんななんかさ、もうさ、ね、なんかわかんないけど、犯罪予告ばっかでさ、ね、不謹慎なレスばっか、不謹慎ばっかでさ、ね、もうその時に俺だからさ、すれ立てやったからさ、その時もだからさ、俺さ、殺害予告いっぱいされてたよ。お前んちまで行って殺しに行くとか、なんか確か、俺住所バレてるから、お前んちまで行って殺しに行くから覚えてろってなんか連投されたりとか。俺すれ立てて。売名すれ立てて。ライブできなくするとか言ったよねって。なんかわかんねえけど、いろいろと。だからあれ結構マジ、いや、怖かった。めちゃめちゃ頑張って、すげえ頑張って、俺。怖かった。その頃はそう、入足時代はそうだね。だから入足民が、その入足時代って言うけど、入足民がその後移住して、剣も板に移住したんですよ。まあこれはちょっとまあわかる人にしかわかんないんですけどね。このね、歴史の2チャンネルから5チャンネルになってとか、いろんな歴史ってあるじゃん。わかる人にはしかわかんないでしょ、それ。そう、わかる人にはわかるでしょ。一人、なんか10人ぐらいわかるでしょ。入足民だった奴ら。入足民から剣も板に移住したじゃん。俺もそれで移住したんだよ。そう。当時いたからわかる。ね、わかる人わかるでしょ。だから俺もそれで移住して今、剣も板いるの。はい。5ちゃんで売名する人って今もいるのかな？わかんない。俺は見てないな。新生かまちはスレしか見てないからわかんねえ。そんな歴史は。ステマ禁止になった？知らん。まあ、とりあえずまあいいや。今のは見てないから過去スレ見るのは好き。ジュニア何歳くらいの人なのかな？シニアなのかな？いや、中2ってないから、今だから、とりあえず、剣も板は完全にね、もう僕世代から、30代から、70代までいますよ。70代もいますよ。もともとけど入足も、もともとやっぱ70代とかもいるんじゃん。だってうちの親父、俺だったら入足は、あれ、親父から教えてもらったんだよ。もともと親父が入足民だったんだよ。親父が Windows 98かなんか忘れたけど、なんかそんな使ってて入足民だからさ。親父がね。そう。いや、そうだよ。親父がもともと入足見てて、で、親父から俺なんか、親父から知って、そう。親父もそう、2ちゃん入足見てて。今は多分見てないと思うけど。今は多分見てないと思う。うん。そうそうそう。うん。そんな感じ。うん。親子で。何歳の時ってね、こんばんは。20代前半かなこんばんは。20代前半とか、まあ、19歳とかかなそれも。まあいいや。うん。まあまあ、けど親父もね、結構そういうのあります。はい。ちょっと今何時だ ?7 時半か。俺今日あれ、ちょっと待って、ごめんね。あんまり長く配信できないわ。今日8時半に終わりにするから。8時40分とかに終わりにするから覚えといて。親父書き込んでた知らない。それは知らない。そこまで聞きたくない。そこまで聞きたくなくない親父が書き込んでたとかさ。8時40分で終わりにする。親父が絶対聞きたくねえよ。なんか政治、だってやっぱさ、入足でもさ、やっぱ政治関係のさ、やっぱさ、ね、あるじゃん。そんな、ね、政治関係の書き込み親父が知ったら嫌だよ、俺。精神薬あざますね。知りたくないっしょ。ね、自分の親がさ、入足みたいなとことかさ、ね、そういった場所でさ、ね、政治関係をさ、なんかうだうだ言ってるやつだったら。俺ちょっと、嫌だよ。政治失礼とか、いや、全然。ありえない話じゃないじゃん。俺そういうの絶対聞きたくない。聞いてみない。いや、絶対聞きたくない。俺絶対聞きたくない。やだよ、全然あいつありえそうだから。全然ありえそうだからな、あいつ。どこ行くの今、ションベンです。あ、ひとしが死ぬ直前に聞こう。親ならね、ひとしも死にますからね。やだな、親はコテハン、いや、じゃあ、親父はコテハンじゃない、コテハン使ってないよ、親父は。コテハン使ってないんだけど、うん、書き込んだ動画はちょっとわしわかんないし。とりあえず見てたって、入足をだから親父が見てて、そっから俺は知ったの。うん、そうそうそう。息子が有名バンドマンだけど質問ある。うるせえ。トイレ配信久々に見た。ひとしレスバしてそう。やだよ、そんな。もうやだよ。親父がなんか政治のことでレスバしたら。もうさ、なんかいろいろさ、ねえ、なんか、政治のことでレスバしたらやだよ。もう、それ絶対やだろ別にコテハンじゃなくてもなんか嫌だろ、それさ。お前らの親がさ、ねえ、なんかさ、2チャンでさ、5チャンネルでさ、レスバしてたらよ。絶対、俺だって嫌だよ。俺だってさすがに嫌だよ。うん、へこむよな。マジで。めっちゃしんどいね。やだ。ね。母ちゃんが5チャン書き込んでた。うん、死にたい。そやね。親がそう、きついだろ。それ絶対嫌。ああ、新聞に投書あがり出すよ、かっこいい。おまが、ひとしニコ生でうなちゃんマンと喧嘩してねえよ、うなちゃんマン。あんな歯抜けと。辛すぎ。まあ逆に、息子がレスバしてても嫌だ。息子がね、うなちゃんマン。ションベンちょっと出しました。はい。なちゃんもあんな歯抜けとよ。血筋良すぎる。喧嘩突してたのか。はい。女中。はい、これちょっとありがとうございますね。今年のね、誕生日プレゼント。ありがとうございます。はい。これもね、くにゅって、また。いや、ほんといっぱいあるんだよ。いっぱいまだまだ紹介しきれない。あれいっぱいあるよ。これ、ルルちゃんのやつ。うん。ルルちゃんのやつ、これね。もうみんなこれ、いっぱいある。ありがとうございます。また来年もね、よろしくお願いします。ね、来年もね、もうね、Mac Pro とかね。ね、Mac Pro とか、送ってくださっていいんで、ノート Mac。M1 Max の、最近発表された、ノートの M1 Max。ね、あれのノート PC。ね、あれください。うん、あれください。うん、Mac Pro は高いから、ノートの M1 PC ください。あれマジ使えるから。来ちゃうよってけど、いや、あれマジ使える。ライブでも使える、言ったら。いやけどね、あれね、マジでね、いや、マジで、あれもうすげえ高えんだけど、あれ絶対ね、5台ぐらい基礎通じゃん。5台ぐらい、届いても、モノくんも使えるし、ミサコも使えるし、俺も使えるし、家で使えるし、で、ライブでも使える。ライブステージでも使える。ノート。うん、M1MAX。うん。ちょっと酒飲みます。酒飲みます。ほろ酔い蜂蜜レモンにしよう。はい、みんなに送ります。よろしくお願いします。はい、みんなじゃなくていいです。はい。みんなじゃなくていいです。本当にお金かかるんで。本当にお金かかるんで、みんなじゃなくていいです。僕だけでいいです。はい。せめて僕だけでいいです。はい。僕だけで大丈夫なんで。はい。僕だけでいいです。うん、最近そう、これ、めっちゃちょっとね、卵そんなに食べれんの？ああ、食べれる。卵、エッグマンだもん。うん、ちょっとな、M1MAX ね、ちょっとよろしくお願いします、ノート PC。マジでそれは使え、ね。ああ、俺も使えるし、いや、賞味期限切れてない。俺も使えるし、あと、やっぱ2台あると便利だな。2台。俺もだから家で使えるし、精神薬あります。あともう1台はステージで使える。いつもさ、かまっちゃんのライブさ、みんなさ、精神薬あると。かまっちゃんのライブさ、ノート PC 同期で使ってんじゃん。パソコンあんじゃん。パソコンがちょっともうしょぼいんだよ。もう10年前のやつは。うん。10年前のやつ。うん。だからもうそうそうちょっとガタがね、たまに来てんだよ、ガタが。あれそうそう、あれ古いんだよ。めっちゃ古いんだよ。だからそれをね、M1MAX にしたら、もうかなりめちゃくちゃ良くなる。うん、そう。うん。まあいいや。別にね、僕だけでいいです。はい。はい、そんな、ほんと高いんで。はい、次の誕生日、僕の誕生日の時のね、ノート PC、M1MAX、はい、高いんで。あれほんと高いんで。僕だけでいいです。僕は曲作りとかで使います。曲作りでも使うし、けど僕は僕でいつかライブステージでも使うかもしんない。なんかパソコン、Mac、うん、こんばん、お金持ちいるかな、ほんと来そう。いやでも、俺もけど別に使うかもしんない。なんか、うん。そう。今日、酔ってないよ、俺。酔ってない。これ、しゃっくりしてんのこれ酒飲んでないよ。ほんと酒飲んでないからね。なんかしゃっくりなんかたまに出んだよな、これ。金持ちの、私新しい Mac 持ってます、闇。いやー、全然。ね、それよこせよ。のこさん来たよ、お疲れ様。まあ、そんなこんなで、本当にノート Mac フルスペックで、よろしくお願いします。ノート、ね、僕に。気持ち悪くはない。大丈夫。気持ち悪くはないよ。大丈夫です。はい。中古で我慢しよう。うん、中古でも全然いいよ。うん、なんか俺の誕生日をね、来年の6月ぐらいに なれば別に普通に中古でも出るんじゃない？中古でもいいよ。うん。うん。よこせよと言われたらあげてしまう。うん、全然。の具合悪かったのどういうこと？そう。薬とお酒はダメだよ。今薬飲んでないよ。だって俺さ、薬は本当に飲んでません。はい。精神薬は飲んでません。精神薬は飲んでなくて、さっき、だって、俺普通にドライブ配信したからね。うん。やっぱ俺、精神薬のね、ドライブ配信するなんてね、そういうことやめてるから。うん、やめてるから。うん。でも顔赤いね。いやー、顔赤いのはだってみんなと久々に会って恥ずかしいからだよ。うん。だから精神薬だから飲んでない。飲んでません。はい。だからちょっと今、シラフです。なんか、だから普通になんか、やっぱ、久々にこうやって配信して、なんだろうな、わからん。うん。真面目だね、偉い。ね、俺別にそんななんか酔っ払ってる感じしないだろ。お酒も飲んでない。お酒も精神薬も飲んでない感じするだろ。別に俺今日結構別になんか普通じゃない？うん。全然別に普通じゃない俺今日。うん、なんかわかんないけど。ね、なんか全然別に普通じゃない俺今日。うん。ね。顔が赤いっていうのは嫌だから。飲んでねえって。うん。ね、普通だよね。うん。ね、結構普通だよね。よし、じゃあ皆さんね、ちょっと赤くなってるってね、わかんない。うん。日焼けしたかもね。今日、さっき外配信したじゃん。なんかすげえね、会員の人しかわかんないかもしれないけど、日差しやばかったね。だからそれかもしんない、日焼け。さっき外配信した時の。ほろ酔い蜂蜜レモンサワー、ちょっとこれでいっちまった。僕はそう、蜂に刺されていくんだ、そう、蜂蜜蜂蜂。いや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 、俺日焼けしやすいぜ、そう当たり前だぜ、そんなもんよ。ほろ酔い蜂蜜レモンをそう酔いやすいって、こんなあるって、そう蜂を開けて飲むんぜ。いや、みんな。皆さん KP！ ね、お茶ばください。ね、KP。お茶ばください。今日はね、金ぐれ。はい。久々のツイキャスなんで。久々のツイキャスだからお前ら金よこせ。はい。KP。ね。今週も仕事お疲れ様です。自宅警備、会社員、学生、学畜、社畜、ね、クソニート。自宅警備お疲れさん。精神アガーザスはい、お疲れ様です。自宅警備頑張りました。お疲れ様。いえ、皆さんお疲れ様。楽曲提供もお疲れ様。お茶ばがあざます。社畜、俺も楽曲提供あったからね。うん、この5日間の間。おちばがあざます。楽曲提供の仕事があったからさ、この5日間の間。おちばがあざます。あとは曲作りしてた。精神薬あざます。おちばがあざます。お疲れ様。楽曲提供、誰にとは言わないけど、楽曲提供の仕事をちょっとありまして、この5日間の間ね。進撃の巨人やるね。進撃の巨人だからないって。ないっつってんだろ、何回も言うけど。ないよ。うん、これであったらびっくりだよな。のこさんこんなないって言っといて。ね。オープニングがエンディング。な。おちばがあざす。風邪ひかないでね。あざす。おちばがあざす。いっぱいおちばがあざす。のごさんいっぱいだこで、ほんと。のごさんもいや、結構頑張ってる、マジで。紅白も、いや、紅白は本当に来てない。わ。違う、再放送。あったら、ね、ちょっと俺も飲ませろや。進撃やってる。エンディングありそう。まあ、ちょっとそこは、ないよ。ないって言ってんじゃん、ずっと。そこはずっとないって言ってんだろ。ないんだよ。うん。いや、でもほんと、今回ないのほんとな。ねえ。なんでだろうな。なんでねえんだよ、この野郎。マジでよ。なあ。紅白欲しかった腹立つね。うん。なんでねえんだよ。進撃。まあ、進撃の巨人だけじゃないけど、アニメタイアップ。なんでねえんだよ、ねあら。ふざけんなよ。呪術廻戦の映画もヌーか、キングヌー。つねた。俺それ見た。みんな見た？呪術廻戦の、映画の、ね、呪術廻戦の、映画のさ、つねた、やったじゃん。キングヌー。曲聴いてさ、俺も聴いた。俺も聴いてさ、それでさ、つねたさ、お前よ。俺お前のこと好きだよ。音楽。今ちょっとコメントちょっと待ってて。俺今語らせて。つねた、俺はお前のこと好きなんだよ。つねた。音楽に対する愛情がさ、やっぱさ、俺並みにさ、すげえからさ、愛情が。うん。だけどさ、それとこれとは別だ。つねたよ聞け。お前。つえた、やっぱちょっとね、今回、呪術廻戦の曲聴きましたよ。ちょっとだけ。フルじゃないけど。来るじゃなかったんだけど、お前らも聞いた。だからお前らもほとんど聞いたやついるな。なんかや、あれや、俺が、まずね、思ったのが、昔の、昔って今でも言いますけど、アークティックモンキーズのさ、ブライアン・ストームかよ。な、って感じがした。俺はね、アークティックモンキーズの、ブライアン・ストームかよって。みんなどう？アークティックモンキーズ。いや、お前らさ、ね、全然洋楽の知識がないさ、洋楽の知識がない、連中には伝わんないと思うけど、ね、悪もんっぽい曲だからよくあるんだよ、常田はさ。そう、昔からな。いや、けど、これは常田くんはさ、ね、常田はマジで昔からそうなんだ、あいつ。ね、フラッシュだってさ、ふーってさ、あれ完全にね、ブラーのパクリだからな。ブラーのソング2のパクリだからな。いや、違う、悪もん好きなんだろうね。じゃあ、常田はだからさ、洋楽が好きなんだよ。で、俺から言わせりゃさ、前も言ったじゃん。ツイキャスでもさ、前ってかもうずっと言ってんじゃん。俺、常田。ね。常田とか、キングヌーとか、ミレパとか。な。ずっと言ってきてんじゃん。常田よ。ね。初めて聞いたとき、ソング2のカバーかと思った。でしょ俺もそうだよ。カバーかと思ったもん、マジで。でもってさ、そう、常田さ、だからそういう感じでさ、ね。なんかさ、彼はさ、すごくさ、ね、常田さんと絡んでほしいな。常田となんか別に対談とかしたら俺、このまま言うよ、あいつに。対談がもしも本当にね、なんかいつか来ることがあったら、俺は、このまま常田に言うよ。別に今配信でね、常田さんいないけど。常田いないけど、俺はこのまま言うよ、あいつに。お前はちょっと、洋楽の、なんかやっぱ今まで聞いてきた？だからさ、俺なんつったっけな。なんか、常田はさ、ミレニアムパレードとキングヌーやってんじゃん。ちょっとごめんね。ちょっとコメント待って。ちょっとごめんね。常田はさ、ミレニアムパレードとさ、キングヌーやってきたじゃん。それでさ、あいつさ、あいつよ、もうなんかさ、自分が聴いてきた音楽、自分が聴いてきた洋楽をさ、もうそんままなんかさ、出してるだけな感じなんだよ、あいつ。俺から言わせれば。自分が聞いてきた、ね、子供の頃から聞いてきたね、中学生、高校生の頃から聞いてきた洋楽を、そのままね、そのままなんだよ。そのまま聞いてきた洋楽を、そのままなんか、なんかね、出してるだけみたいな。俺から言わせれば。俺から言わせれば。そう。まだ若いからこっからどんどん自分のオリジナリティが出てくるんじゃない？いや、だから俺はそう思ったけど、今回の呪術廻戦もなんだよって。フルで聞いてないからあれだけどさ。訴えられるかってのが、俺が常田くんに？俺が常田くんに、訴えられる？はにゃそんなことは絶対常田くんはしないよ。しない。常田くんはだってロックンローラーだよ。ロックンローラーがそんなことするわけねえだろ。ロックンローラーがそんなことするわけねえだろうが。なあ。絶対しねえだろ。柴田みたいな反応、柴田がはにゃとか言わねえだろ。うん。あ、でもやっぱさ、ほんとさっきも言った通りさ、なんかほんと、なんなんだろうな。俺はだからちょっとまだちょっとコメント中ごめんね。ちょっと一人語りさせて。あのさ、やっぱセーターさ、ミレニアパレードがさ、やりたいって感じなんだよ、あいつは。キングヌーよりも。ミレニアパレードに力入れたいみたいな。あいつって。あいつそういう感じなの。俺をインタビューとか読んで。でもそのさ、漢字のミレニアパレードもさ、ね、全然もうさ、ビョークのパクリみたいなさ、ね、レリヘのパクリみたいな。なんかもうさ、洋楽の、そっちも洋楽だね。そっちも洋楽のなんかどっかで聞いたことあるようななんかさ、これ分かる人はいるでしょ。けど分かる人いない？俺の言いたいこと。だからさ、俺さ、普通にさ、ね。なんかさ、俺はさ、なんかさ、自分は別にこうやって分かるってなってんだけど、やっぱね、世の中のね、やっぱ、ね、キッズ、ね、頭に脳みそが入って、音楽知識が入ってないね、キッズ。そいつらを騙せても、キッズだけじゃないけど、キッズ大人を騙せても、俺のことは騙せねえぞ、つねた。俺のことは騙せねえぞ、つねた。お前は、つねた。お前は、完全に、レディオヘッドとか、ね、あとはアークティックモンキーズとか、お前が聞いてビョークとか、まあいろいろ他にもいっぱいいるよ。もうそういったバンドをなんか影響を受けた感じのものを出してるだけみたいな。世の中のね、キングヌーファン。キングヌーが大好き。つえたさんとエッチしたいとか、まあ、わかんないけどね。世の中のキングヌーファンのことは騙せても、俺のことはまあ、俺だけじゃない。俺だけじゃない。俺たち同じな芸術家、ミュージシャン、作曲家は騙せねえぜ。つねたくん。僕けどね、つねたくん大好きだからこうやって言ってんだよ。これだけは言わして。これだけはちゃんと、のこさんのことフォローさして。ヌーファンはここに殴り込み来るぞ。来たっていいよ別に。いくらでも、来いよ、リプライでも。リプライでも来い、バカ。全然いいよ。俺なんもんよ。負け犬の遠吠えにしか聞こえねえ。言いすぎ。いや、関係ねえ。負け犬って何か。新生かまってちゃんはもう、だって、だからさ、前も言ったろ？もうさ、何回も30回ぐらい言ったよ。むしろ、つえたくんってさ、やっぱさ、俺みたいになりてんだよ。ね。つえたくんって。だから、俺が前言ったのはさ、つえたくんってさ、あれだ。つねたは、あいつは、ね、やっぱり、俺みたいなね、やっぱもう、天才、奇才天才になりたい人なんだけど、結局あいつってさ、やっぱさ、音楽学校がさ、やっぱそれは、井口とかもそうじゃん。井口もそうだしさ、ね、音楽学校、ね、ちゃんとさ、やっぱエリートでさ、金持ちのボンボンで、なんかさ、音楽学校入ったりとか、やっぱそういうのが、やっぱね、そういうので勉強してきたって人だから、井口とか、つねたって。だからさ、ボンボン差別来たーって、違う、聞けあ、だからさ、けどさ、マジでさ、俺さ、思うんだけどさ、ね。つえたくんとか、いぐちくんとかさ、だからさ、そういう、あるんだけど、ね。だからこそ、まあそういった音楽学校とかね、駒大だっけとんでもねえとか、とか入ってたんでしょ。駒大っていうさ、とんでもねえ芸術の学校。とんでもないなんかさ、とこ入ったんだろ。だから、そういったところのさ、勉強してきたことがさ、やっぱさ、すごくさ、やっぱね、なんか要するに俺から言わせればさ、だからさ、なんだろう。だから音楽専門学校で、勉強しました。ね。なんかもう、だから、つねたのミレパレも、キングヌーでもいいんだけど、なんか音楽専門学校で、ね。勉強しました。はい。勉強したことを基づいて曲作りました。はい。みたいな曲ばっかなんだよ。俺から言わせれば。ね。俺からすれば。まあわかる。人いるっしょ。独創性がない。そう。独創性がねえんだよ。だから、つねたくんは絶対ね、俺みたいな人に嫉妬してる。まあ、つえたくんは絶対俺のことね、今にもこいつね、バナナの皮さ、ね、踏んでさ、つるっと滑ってさ、頭からいって、死なねえかなって思ってるかもしんないけど、絶対思ってる。つねたくんも。俺に対して嫉妬。俺だけじゃないよ。俺みたいな人。そう、理論から抜けれない。だって、やっぱ俺これはやっぱ俺も同じ作曲してる身だよ。なめんなよ。お前らの子さんがなんかペラペラ言ってるって、なんかお前らただ36歳のおっさんが言ってるわけじゃないぞ。俺もだってね、もう長年36年間曲作ってきてさ、もうさ、素晴らしい大天才としてさ、ねえ、もう社会的にも認められてて、俺も自分で認めてて、ほんとマジの天才じゃん。ね、逆に、そういった音楽理論とかなんもないんだけど。音楽理論なんもないけど、ガチの天才じゃん、俺って。もう、センスだけで、ね、やってる人じゃん。新生かまっちゃんは。そう、新生かまっちゃんはセンスだけじゃん。だから、結構やっぱ俺はね、つねたくんはね、やっぱそういう人、俺みたいな人に憧れてるところは絶対あると思うよ、彼は。叩き上げ出しそう。センさん。いや、でも本当にね、そう思いますけどね。ここにいるコメ欄の人たち、のこさんの方が作曲のこと分かってるぞ。キングヌー全然聞いたことは知らなかった。そうなんだ。キングヌー知んない人いるんだ。結構なんか、新生かまっちゃん好きな人は、キングヌーも好きって人がなんかいるようなイメージもあるんだけど。俺もキングヌーは、好きな曲好きだよ。新生かまっちゃん好きな人は、キングヌーのことも好きな人がいるっていうのはなんか、俺思ってたんだけど、そうでもないの。俺も別にキングヌー好きだよ。好きだからゆえにこうやって言ってるんだよ。ね、俺はつねたのことも。そう。俺、白日とビニール好き。あれは、あと、三文小説もそう。俺はけど、白日と、ビニールと、三文小説ぐらいかな。これはすごいね。これはすごいです。この曲はもう天才です。あとは、傘もまあまあかな。傘は好きだよ。好きだけど、まあ、さっきの3曲と、ね、聴き比べたらまあまあかな。いや、すごい好きだって。だから、好きだから言ってんだよ、俺は。俺、キングヌーっていうか、つねたくんのこと。のこさんお久しぶり、頑張ってバイト始めました。あれだね。フラッシュ好きだったけど、パクリだったんか。あれ、パクリだろ。あんなパクリに決まってんだろ、俺。な。フフラッシュなんてよ。あんなパクリだろ、ブラーのソング2。ブラーのソング2のパクリだよ、あんな。うん。パクリ。うん。パクリするの。いや、まあ、これちょっと、これもちゃんと、俺今酔っ払ってっから、ちゃんと言います。我々、パクりません。基本的に。パクったらだってつまんないじゃん。パクって、曲を作ろうぜ、みたいな、その、絶対つまんないじゃん。うん、俺もパクリいっぱい言われてきてんだけど、今までの曲ね。パクんないって。たまたま。いや、じゃあパクんない。だから、つーたくんもパクってない。たまたまだとは思います。知らない。それは知らない。たまたまかどうかしません。うん。つねたもお前、ツイキャスやって言えや、バカ。ほんとそういうことよ。ツイッターでもいいからよ。うん、俺も気になるわ。たまたまなのか、そこよ。うん。のこさん自分のものにするのがうまい。ベースメントジャックに。あー、それね。さあ、ベースメントジャックにそっくりな曲もあるよね。あれはそっくりだね。最近さ、細田守監督のさ、狼がさ、なんかさ、お嬢様をさ、なんかさ、食べるなんかさ、映画あったじゃん。そう。あの映画。あの映画の主題歌がさ、つねたくんがさ、やったんだ、つねたが。あれ、つねたがやったんだけどさ、あれもさ、俺さ、あれ、なんだっけ、ベースメントジャックだっけ？俺もだから聞き比べたけど、あれはな。あれ結構なかなかね、まあ影響は受けたんじゃない？サンプリングもそうかもわかんねえけど、まあとりあえず影響受けちゃったとこもあんじゃん。今からつねたさんに電話しよう。電話してよ、つねた。つねたって、俺つねたくんと絶対ね、別にね、仲良くなれると思うんだよね。なれるわけないだろ、こんなんがさ、バカ言ってんだよ、ずっと。何言ってんだ、こいつ。多分おかしいのか、なれるわけねえだろ。こんな風に、べーべー、一方的にこうやって言ってきてよ。なあ。うん、俺だって過去のツイートだってさ、キングヌーなんてボンボンバンドでさ、金持ち坊ちゃんバンドがよって。あれだって絶対見てるしさ、メンバー。うん。いや、でも、つねたもやっぱロックだからな。そこはさ、別になれるだろ。うん。つねたもロックンローラーなんだから。なあ、兄弟。なあ、そんなもんや、ロックンローラーなんだから。あいつもな、ピュアなさ。あいつはピュアだと思う、本当に。俺、つえたくんのことは、だから、俺はほんと嫌いじゃなくて、ほんと好きだよ。うん。ねどられ疑惑もあったね。それは井口だろ？ってやめろ井口だろって、それ井口だろって、俺が言ったってことは、あ、本当にねどられたんだってなるだろ。それはないです。さんに、ね、私、さんに、今はイケイケのさん、ね、水曜日のダウンタウンにも出てて、すごいバズったね。あのさんすごいバズったな、あいつな。あいつ、またすげえ売れてね。誰かがこの動画ツイートしたら炎上するやつ。全然自分でもするし。お前全然やっていいよ。だから全然こんなもんね。ツイートしろ。最近露出してんだ。あれすごい笑った。酔ってんね。まだこれある 3% だよ。大活躍ね。あのさんちょっと大活躍じゃないっすか。ねえ。ちょっとさ、俺が井口にねどられて、ね、それで、井口が、最近お笑い芸人の、あれだよ、粗品にねどられて、みたいな、なんか。のこさん今リモートどういうこと？野尾さんまたあげ、俺が井口ねどられて、なあ、その後、なあ、その後さ、ねどられて、井口が粗品にねどられたってなんか最近ね、あのちゃん写真集は持ってないよ。もうめちゃくちゃ掘られんだよ。寝取られって言ってないか。勉強しろ。俺が井口に寝取られて、井口とのこさんかってなんねん。なんねんや、そこは。俺が井口に井口が粗品に。俺のあの3をよ、井口が寝取りやがって。その後よ、俺のあの3を、井口が寝取りやがって。その後、井口がよ、粗品に寝取られたんだよな。もう、魔性の女だよな。堂々と言っちゃった。いや、だからこれ嘘だっつってんだろ。これちゃんとあのさんのこと?これはちゃんとあのさんの、ちゃんとね、名誉のことを、これちゃんと言っとかないとダメ。お前ら、クソガキがさ、信じるじゃん。あのさんと俺は、そんななんか、セックスとかしてません。元から付き合ってないです。セックスとかしてません。これはマジです。これほんとマジだからな。セックスとかしてません。あのさんと僕は、セックスはしてません。これマジです。付き合っていません。恋人関係にはなりません。クソガキはあのさんすらしなそう。いや、そんなことね、あのちゃんすごいよね、今、あのさん。あのさんすごいよな。言うてしゃぶらするくらいしてやってねえや。やってません。これはちょっとやっぱ、向こうの今、だから水曜日のダウンタウン出てさ、めちゃめちゃ売れてんじゃん。邪魔したくねえよ。水曜日のやっぱだから水曜日のダウンタウンあのちゃん出てさ、すっごいもうまたさ、ね、世になんかさ、大女優みたいになったじゃん。大女優みたいになってさ、すごいよな。あのちゃん結構今結構やばくない?なんか今知名度ほんとザ芸能人みたいな感じになってるよね。やばいよね。いやーちょっとあのちゃん最近バンドやってるんでしょ。あのさん、いやこれ言いたい。あのさん最近バンドそうやってたりとかいろいろするっしょ。ちょっとさ対バンしてよ。あのさん普通にだってさ、対バンしたよ、新生かまっちゃんと。あのバンドと。あのちゃんバンドと。あのさんバンドと。いや、マジ、対バンしてよ。対バンしようよ。あのちゃんって意外に背高いよね。背高い。見たい、面白そう。あのちゃんは、その合図。対バンしたい。のちゃん今度 R1 出ようやって。R1 出るわけねえだろ。R1 飲むだけだよ。対バンして。あのちゃん何年前からの付き合いなんですか?付き合いって、お付き合い、恋愛的な意味じゃなくてね。俺、あのちゃんはだって、かなり前だよ。かなり、8年前とかじゃない?あのちゃん。8年前とかじゃないかな。マジの話。あのちゃんは。8年前とか、だと思う。かなり前だよ。俺、あのちゃん。あのさん。8年前とかです。かなり長いよ、俺。お茶ばかいざんす。2014? いや、もうちょっと前じゃん。あのちゃんファンで生まれそう。野尾さんのファンだよね。もともとね。だから、あのさんが、もともとあのさんが、新生かまっちゃん大好きで、新生かまっちゃん大好きで、もともとかまっちゃんのライブに来てくれたんだよ。だから結構、かなりね、長いよ、俺。あのさんは。この配信見てないかな。てかなんかさ、去年さ、俺さ、あのさんとさ、あのちゃんとさ、あれさ、ね、つねた、うるせえ、つねたがどうで、あのさ、あのちゃんと去年さ、ね、年越しキャスやったよね、年越しキャス。あ、覚えて、みんな覚えてるでしょ？あ、年越し、年末、年越しキャス、コラボキャス。あのちゃんと。うん、俺がタジタジだった記憶ある。うん、いや、当たり前タジタジになるわ、あいつ。うん。あれ大好き。うん、見てた。ね、あれ今年もなんか、できないのかな？うん。あいつ、ちょっと頼むわ。ちょっとあいつにちょっと言っといてよ。のごさんまた今年も、あいつのツイッターに、のごさん今年も、あのちゃんと、やりたがってるよって。あ、そう。うん。言っといてくれ。自分で言えよって何が。自分でもまあ、言えなくはないですけど。はい。いや、なんか、いや、でも、なんか自分でも言えなくはないですけど。うん。うん。喋り方がかなりおじさんとかしてみたい。電書バーと行く。いや、でもそれは、この、うん、ちょっとほんとリプライ飛ばしといて。マジ。またやっぱ年末やりたい。あのちゃんと。うん。ああ。女とやりたがって伝えといて。リップ飛ばしといて。No, it's pretty, thank you! ツイッターでつぶやくとか。完璧なあのちゃんのペースでしたね。うん、だってあのちゃんはやっぱ、だってさ、俺もだからその、フェスとかでさ、会ったことあるけど、まあ、いっぱいね、フェスとかいろんなとこでいっぱい会ったことあるんだよ、俺、あのちゃんって。あのちゃんって結構いろんなとこで会ったことあるんだけど、彼女って本当にあのまんまだからね。うん、だからそれこそさ、あのちゃんのことって、まあ、水曜日のダウンタウンで、またなんかさ、50万人ぐらいファンがね、また増えたと思うんだけど、最近の水曜日のダウンタウン効果で。ね、やっぱ、多分みんないつも昔から彼女言われてることは、あれキャラなのみたいな。ああいうのってキャラ、あれキャラじゃないんだよ。あいつキャラじゃないんだよ。うん。あれキャラじゃないから。うん。あれってキャラじゃないんだよ。なんかそのテレビとか、なんだろうな、まあライブのパフォーマンスとか、あとはなんかわかんない、そういった、まあ、俺ともコラボキャスやったじゃん。まあ、その、ね、こういう配信とか、なんでもいいけど、あれキャラじゃないんだよ。いや、あれキャラじゃない。あれはね、マジです。あれはマジです。あれ本当だよ。あれキャラじゃないよ。うん。あのちゃんはキャラじゃないよ。うん。そう。キャラに見えるよね。すごいね、喋り方。いや、でも、あれキャラじゃないよ。あれは、キャラじゃありません。はい。うん。マジで。あれは、うん、マジで。キャラじゃない。うん。声は作ってる。作ってない。声は作ってない。うん。のこさん、キャラですか？僕はキャラです。キャラじゃねえよ。キャラじゃねえ時もあんだろ、なもんや。うっせえな。俺も、ね、のこちゃんだよ。のこちゃん、あのちゃんだよ。ね、のこちゃん、あのちゃん。ね。のこちゃん、あのちゃんでさ、タグマッチだよ。ああ。のこちゃん、あのちゃんでどっちもキャラじゃねえ、バカ野郎。当たり前だろ、バカ野郎。ふざけんな。キャラでこんなことができるか。おい。なあ。のこちゃん、あのちゃん。のこさんは髪すんでね。そう。ね。髪すんのこととか、あんなキャラできるわけねえだろ。なあ。今日コラボしよう。ねえ、したい。うん、それもちょっと言っといてよ。うん。あのちゃんに、リップで、あのちゃんのツイッターのリップでさ、ねえ、楽曲提供させてくれって。うん。コラボ。楽曲提供させてくれって。聖子ちゃんと明日したのにね、音源を送りつけたら、あの由来は歌詞からだし、何どういうこと？歌詞からって。何？あのの由来は歌詞からだって、俺の？そうなの？それ知らないんだけど。あのちゃんの、あのっていう、名前って、俺の新生かまちゃんの歌詞からなの？それが由来なの？それは俺聞いたことないけど。ロックンローラー鳴りやまないのって聞いたことがある？あ、本当に？マジかよ。ロックンローラー鳴りやまないの、そうなんだ。あ、へえ。いや、俺これ、初めて聞いたわ。マジかよ。うん。あ、これそうなんだ。これそうなんだ。これマジなの？ちょっとわかんないけど。あ、けどあのちゃんはもともとだから新生かまっちゃんのファンだから、ファンだったからね。まあ今でもファンだけど。今でもファンだけど。どこ情報知らない。わかりません。わかりません。あの時のあの曲。うん、だからそこでしょ。ちょっと僕もちょっとなんか勝手なこと言わねえわ。ちょっと。あのちゃんに聞け。あのちゃんに聞け。のこさん自分で聞いてよって。うん。のこちゃんもあのちゃんのファン？二人目だろ！めちゃめちゃもうファン。もうファンっていうレベルじゃないよ。あの人に関しては本当にね、ファンっていうレベルじゃないからね、俺。こんばんは。あのちゃんに関しては俺はお前らと違って。そりゃ本当によ。まあいいや。何？よくわかんないけど。なんだかんだ恋愛感情って何が？あのちゃんで何の曲が好きですか？あのちゃんで何の曲が好きですか？あ、俺もなんかタイトル思い出せねえな、今配信中だから。あ、リンリンもかまっちゃんファンだったね。ビッシュのね。ビッシュのリンリンちゃんもね。うん。本部の一部と聞いた気がしてる。まあいいや。はい。うん。まあ、とりあえずね。いやー、もうね。あのちゃんって名前で、そっから来てるらしい。ああ、なるほどね。のこさん音楽なんでね。美少女愛、ヘベレケ、由来は本名じゃないの。本名とか言うな、ばっか。やめろ。本名ダメだからね、これね。言ったら。本名ダメだよ。この、あのちゃんの本名。ダメだから。それ本人、やっぱそういうの気にしちゃうから。ダメだから。そうそうそう、ダメだよ。のこさん、アウトデラックス出れないの？だから出せっつってんだろ。出せっつってんだろ。のこ、あゆプチ？いや、アンプチ。8時15分になるね。8時、いや、だから8時半で。8時半か8時45分まで配信します。のこさんの本名はいいんですか？どういうこと？大島良介。どういうことだよ、お前。バックオンのギタリストがアウトラックスで言ったよ。あ、そう。俺出せ、早く俺出せよ。このキャスはアーカイブ残んないね。なんで？別に残すよ。ジョーのしこじる先生で、だからうるせえな、もうこんなループだろうが。いつもさ、毎日配信俺ツイアスやってっけどさ、もうループじゃねえからうるせえな。もしのこさんに楽曲提供お願いしたかったらどこにお願いしに行けばいいんですか？その後どうでもいいです。お前がまずね、1000万円用意したら、楽曲提供します。はい。お前が1000万円用意したら、ね。楽曲提供するから。よろしく。はい。セカワの時しゃべくり、セカワの時はしゃべくりダメだったね。さとちゃんね。入れてくれたのに。しゃべくり。1000万、よし、貯めるぞ。貯めろ、マジで。わかりました。いや、けど本当に。まあ、100万とは言わないわ。さすがにそれ鬼だよな。100万とは言わない。まあ、500万。500万で。500万。今日はお金なの。お金、当たり前じゃん。金だよ。金。いや、金で当たり前じゃん。言ったら別にお前らだってだよ。お前らあれだよ。お前らはやっぱ、いや、1000万でもいいかな。お前らファン。新生かまっちゃんファン。お前のために一曲ちょっとね、なんか、いつも通り、なんか、即興弾き語りでも何でもいいけど、歌詞とかもちょっとつけて、曲を作る。ね、お前に、それ1000万円でも、別に全然やってもいいかなと思うかもな。1000万。1000万。マジ。ファンには安くしろって、ファンこそお金出してくれんだろ。1000万。宝くじ買おっかな。いや、けどやっぱね、そこはね、お金持ってる人だったらね、別に全然。事務所通すでしょって、事務所通すよ。事務所通すけど、1000万。俺に1000万。お金出せば曲作ってくれんの。だからお前に向けた。お前に向けた。うん。短い曲かもしんないけど。1000万。うん。1000万でも全然なんかいいな。それは。うん。いや、マジ。結構なんか一人ぐらいいるんじゃない？うん。まあ、1000万ちょっと高いかもしんないけど、まあ、なんか700万とか。ね、700万とかね。うん。ビットコイン設立は、ちょっとタバコ吸わして。タバコ吸わして。うん。お茶ばっかりなんす。タバコ吸ってちょっとションメイカして。うん。お茶ばっかりなんす。うん。No coin is the best musician ever. Thank you. 貯めたい。少しね、下げした。うん。こんにちは。うん。秒単位で料金決めるとか。本当にな。ノーさん今来ました。こんばんは。こんにちは。まあちょっと何の話したんだっけ、もともと。もともと何の話したんだよ、俺はよ。なんかいろいろ右往左往してるけど。ファンで少しずつ出せばファンソングになる。なるほどね。いや、そうやったら協力しないんじゃない？あのちゃん、その前だよ。その前何の話したんだよ。うん。寝取られた話？キングダム、つねたか。なんでつねたからここ行ったの？うん。なんでつねた、キングヌーのつねたから、ここ行ったの？キングヌーのつねたから、なんでここ行ったんだろうな。うん。それは呪術廻戦、お前ら、好きな人いっぱいいるんだろう。俺全然、呪術廻戦全然、触れてないんだけど、呪術廻戦、ね、全然触れてないんだけど、とりあえずだから俺見たの。おちょばかいさん、ありがとうございます。俺見たの。うん。つねたの、キングヌーの曲。呪術廻戦、劇場版のね。お前らも聞いたっしょ？なんか、なんだっけ、一途だっけ？一途って曲。うん。なんか、十中回転。そう、なんかそう、聞いた。うん、あれけどまだフルじゃないらしいぜ。うん。フルじゃないらしいぜ、あれ。うん。そう、一途あれサビじゃないんだって、フル楽しみって。それ、つねたが言ってた。必死だなって。てかさ、つねたくんってさ、つねたってあいつさ、ね、お前らキングヌーも聞いてるやついっぱいいるだろ？ツイッターとか見て、インスタグラムとか見てるやついっぱいいるだ、キングヌーファン。なあ。あいついつもさ、なんかさ、すっげえハードルなんか上げてくよね。新曲発表するとき。次の曲は、ね、最強の曲、ぶちかましてくんで。うん、ぜひ、ぶち飛ばされてください、みたいなさ。昔からあいつそうだよな。うん。次の曲は、もう、ね、最強の、そう、最強の、めちゃくちゃ最強のもう、誰も聞いたことないような、もう最強のもう、曲が出来上がったんで、って。で、今回も呪術廻戦、俺もたまにやる。でもなんかさ、けどさ、今回もさ、ね、別にのこさんもそれやるって言うけど、まあいいや。今回もさ、呪術廻戦のやつさ、ね、呪術廻戦の曲さ、だからさ、その時もさ、うん、今回最高の、最強の曲ができました、みたいにさ、つねたがさ、あいつさ、言っててさ、それでさ、ね、ツイート、俺もだからそれ曲聴いてさ、はにゃってなってさ、はにゃって、なあ、いや、うん。つねたはもう本当に、むしろ、もう次からは俺、もう、最低な曲できたぜって、ね。言った時しかもう俺、新曲聴くのやめよっかな。最低なクソみてえな曲できたぜって。うん。そん時しかもう聴くのやめよっかな、あいつの新曲。キングヌーとか見れば。うん。まあ、フルで聴いてないからさ、今回の呪術廻戦の曲ね。フルで聴いてないから。ね。フルで聴かない感じなんか、あんまり良くなかったよ。うん。アークティックモンキーズみたいな感じだったしさ。あと、お前歌うなよ。ねえ。ネットでも言われたけどさ、やっぱり、ね。井口くんに歌わせろや。井口くんに歌わせろやって。ね。やめたげなさいよって何が。いや別に俺好きだからこうやって言ってんだよ。むしろこんなことをさ、言ってくれるね、同業者ね。むしろのこさんなんてマジモの天才じゃないですか。ね。むしろ俺、厳しいなって言ったら、だから同業者。で、しかも、俺みたいなマジモ天才に、こうやって言ってくれるってことはありがたいことだよ。ありがたいことだって。誰も言ってくんねえんだって。みんな心の中で思ったりしてるんだよ。今回のキングヌーの曲、全然よくねえなって。ね。やっぱそういったなんかツイッターとか2チャンネルとか、5チャンネルとかそういった意見いっぱいあったよ。でもなんかツイッターでもなんかね、3件ぐらいしかなかった。他は、もう最高早い感じがすごいいいって。キングヌーで早い曲珍しいから、すごいいいみたいなさ。まあ、フル聞いてからですね。最低の曲聞いてみたい。俺も、それこそがすごくめちゃめちゃね、白日とか、ね。そう、なんかそういった、ね、なんかもう、めちゃめちゃいい曲っていう感じになると思うからよ。残念くらいかな。スピードで。白日は好き、俺も。だからビニールとかな。またのこさんの意見聞いたい。俺だから、つえたくんにこんな厳しい感じにいつも昔からね、ボンボンがどうとかってツイートしてから、ね、あいつらのこと厳しいみたいにね、のこさんなんでそんな、キングヌーに、ね、厳しいんですかって、ミレパとか。嫉妬してんすかって、嫉妬なんかしてるわけねえだろ、バカ。本当にや。みじんもねえよ。みじんもありません。お茶ばかりです。これは本当にね、言っときよ。みじんもありません。俺、常田の、センスに、嫉妬って。みじんもありません。みじんもないよ。でもなんか、指摘すると嫉妬って言われる。逆に嫉妬するアーティスト誰？俺あれだよ。アース&ファイヤー。アース&、なんだっけ、なんか今配信中だから、アース&、なんとかファイヤー。洋楽バンド。あれ、洋楽の。みんな知ってだろ、セテンバー、アースウィンド&ファイヤーだ。セテンバー、ラミベルマコー、リセンバー。ラルベルマコー、セテンバー、ラルベルママリナー。ライアン、ラルベルマサリアン。あんな嫉妬するに決まってんだろ。いや、もう最強のバンドでしょ。悪いけどね、新生かまっちゃん俺自分のバンド最強って言ってるけど、やっぱり俺もね、負けてはいられませんよ。ね、アース&ウィンドスファイヤーと、あとは俺、もう一人、クイーン。俺けど結構これ、10代、20代の時からこれそうなんだけど、俺ね、クイーンとアースウィンド&ファイヤー。いやー、彼らはすごいよ。すごい。もうメロディーもすごいし、エンターテイナーとしてもすごいし。やっぱ結構影響受けてるよ、俺。ステージングとか、ライブのステージングとか、フレディ・マーキュリーとか、クイーンだったらフレディ・マーキュリー。そのアース・ウィンド・アンド・ファイヤーだったら、モーリス・ホワイトに、そう。それはピクシーズもそうで、ピクシーズもそうだし。まあいっぱいいるけど。レッチリは別にそこまで。日本人ではいない。いや、日本人でもだから、いるはず。日本人でも いるよ。いる。それはだから戸川純さんとかね、筋肉少女隊だよ。うん。油だこも、いや、油だこもだからさ。うん。けど何よりやっぱ戸川純さんとか、うん。うん、戸川純さんとか、ね。ビーズ、うん。日本人でも俺だから尊敬してるアーティストいっぱいいるよ。うん。いっぱいいます。ね。そこら辺は。クイーン、ちょろちょろ。戸川純さん最近流行ってる。ね、戸川純さん。今日は早く。のごちゃんが、戸川純さん。だからいつもこう、その奥田民生さん。奥田民生さんは別にそこまでは影響受けてないな。あ、そう、平沢進さん。うん。P モデル。P、そう、だからフィッシュマンズもそうだし、フィッシュマンズもそうだし、平沢進さん P モデル。戸川純さん。あと、王健さん、筋肉招待。うん。やっぱそこら辺、久石譲さん。梅津信。あとゲーム音楽。うん、上松信。やっぱそこら辺は、やっぱ新生かまっちゃん影響受けてるから。そう。あ、倉橋よい子さんめっちゃいいよね。うん。米津をそう、P モデルかっこいいよね。うん。平沢すんもかっこいいけど、P モデルもかっこいいよね。うん。そう。ハイの刑事さんもかっこいいっすね。椎名剛さんもかっこいいっすね。倉敷、スターリーもかっこいい。スターリーも、みちろうさんも会いたかった。うん。よいこさん、久石譲さん。三枝さんは別にどうでもいいかな。俺別に青春パンク大っ嫌いなんで。うん。P モデルの演出変わってきてる。うん。だから P モデルとかさ、平沢進はよ、な早くさ、新生かまってちゃんと対バンしろやはい。もう一番いいのが、戸川純さん。ね。新生かまってちゃん。戸川純、平沢進、新生かまってちゃん。この三つで、ね。このサブカル帝王ね。三人衆で、もうこれでライブするべきだよ。なあ。王健さんも確かに入れてね。うん。いや、本当にね、マジでもうね、絶対ないもんな。絶対ないよ。うん、対バンなんて。うん、平沢進と。なあ、じじい。あいつ絶対死ぬだろ。うん。平沢進って昔かまっちゃんに対してなんかツイートしてなかったっけ？うん、だから、僕のこと大っ嫌いなんですよ。平沢進。平沢進、俺のこと、そう。昔ツイッター上でいざこざあって、喧嘩したの。ツイッター上で喧嘩したんだよ。ほんと結構昔。うん、10年前。それこそ10年前。喧嘩した、うん、GG、俺のこともう嫌いなの。こっちはさ、平沢進さんとか、なあ、うん、P モデルとか全然影響受けてさ、ねえ。うん。まあ、別にいいよ。何年前？もう10年前とかだよ。10年前とか。多分、あれ残ってると思うよ。なんか、ネットで調べたら。うん。突っかかったのが悪い。まあ僕もね、切れたナイフでしたからね。うん。君の好きはこじれてるから。まあ、その時ちょっと俺切れたナイフだったからね。ちょっと僕はいけませんでしたよ。あの時は。平沢進さんすいません。はい。愛あるよね。けどやっぱ対バンとかしたいよ。やっぱ別に平沢進だけじゃないけどさ。あれはだるかったんだろう。じゃあ忘れてんじゃない。顔赤い。のごさんは意識、何？返し、うん。のごさん煽ったからね。まあ俺が煽ったのがいけないんだろうけど。世にも奇妙な物語始まり。知らねえだからんだもんよ。知らねえほんとによ。好きな人に素直にあやられない。のごちゃん、ね、ミスチル飲む。何ミスチル？あ？のごさんおったブーム。細見さんも嫌いじゃないってだから。細見さんは嫌いじゃねえよ。あもう殴り合ったからいいだろ。僕の戦争好きです。結婚して。あざっす。そろそろ MV ね、発表されるんで、お楽しみになってください。そろそろ MV が。はい。自分のことですけど、チャミチルって知らねえや。うん。僕の戦争は MV どんなの？俺まだ見てない。MV どんなって俺まだ見てないよ。MV。まだ見てません。はい。でもまあまあ、ちょっと12月か、多分12月後半ぐらいには、ちょっとね、来月、発表あると思います。細見さんの話はちょっとやめてください。今もう仲いいんで。今もう仲いいからやめろ、細見さんの話は。今もう仲いいんだよ。うん。ね。うん。細見さんもその時はさ、やっぱ情緒不安定で、やっぱフェスだからね、昔のベイキャンプのフェスで、ね。ベイキャンフェスでさ、もう本当になんか、もう、細見さんとかさ、ね、敏郎さんとかもいて、ブラフマンの敏郎さんとか、あとはドラゴンアッシュの KJ さんとかいて、みんなで飲んでたの。で、俺も、夜ね、夜の、なんか、11時とか、12時だったんだけど、夜の11時ぐらいで、俺もそれでさ、出番終わって、帰ってきて、でもって最初は、なんか、敏郎さんとか、あ、ノコも来いよって、かまちゃん、まあ、他のメンバーも、モノくんとかね、千葉銀とか、美佐子さんとかいたんだけど、来いよって。そしたらさ、ずっとさ、パシって、って、細見さんがずっと、パシって、なんで俺がってなったかっていうと、細見さんは、別に細見さんなんか、おかしかったんだよ、なんか、まあ酒飲んで。細見さんけど酒飲んでない時に、なんか、その、昼間とか確か、その前日も、ね、前日のフェスとかでもさ、前のフェスとかでも会ったことあって、その時は全然普通に話したの。普通に。うん。普通に話したんだけど、なんかすごいさ、もうその時、なんか、お前はよーって。俺だから細見さんここにいて、お前はよーって。こうやってずーっと、いきなりそんなんだったから、俺ね、と思って。そう。でもって俺も、まあ酒どんどん飲んでって、細見さんを飲んで、俺も酒飲んばで、バンやるってさ、お前はまあ失礼なことばっかさ、ね、言ってんなよ、みたいなこと言われて、その、配信で、ニコ生で。まあだからそれも、8年前とかなんだけど、8年前とか、7年前かな ?7 年前とかだよね。7年前とか、6年前とかなんだけど、その時に、だから、お前もニコ生でさ、細見さんってニコ生見てんだよ。そう、ニコ生とか結構、なんか今はわかんないけど、昔は見てたの。俺のやつとか。お前はよ、ニコ生で。なって。で、俺も行けなかったんだよ。それ、美佐子さんにさ、けどさ、注意されたのがさ、美佐子さんに注意されたのは、結局あれ、のこさん悪かったやって。俺もね、要するに、最近、そのね、細見さんに殴られるその前日のさ、ホテル配信とかでさ、確かさ、ホテル配信か忘れたけど、どっか家の配信とかで、細見さんのことを、細野さんって言っちゃったの。確か細野さんかなんか知んないけど。名前間違えちゃったんだよ。うん、細野さんとか、そう、煽ってたんじゃなくて、名前間違えたりとか、それだから、それが、美佐子さん隣にいて、ホテル配信かなんかで。それはだから、美佐子さんは、のこさんが悪いよって。でもまあ、俺はその時は分かんなかったから、何が原因で、こいつなんか、ね、なんかこう、細見さんこうやってバンバンずっとやってくるからさ。で、俺もどんどん酒入って、まあ酒入るとやっぱさ、それはどんどんこっちも俺みたいに今みたいにね、酔いがさ、どんどんさ、ね、だと俺もやっぱさ、ね、あと、特に俺、ライブ後のさ、テンションもあったからさ、ね、もうさ、だからもう、こうやってやって、もう我慢できなかった。んで、その時にブラフマンの敏郎さんと、ドラゴンアッシュの KJ さんが、おい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 って止めてくれて。あいやいやいや、ちょっと待って。あいやいやって。そう、俺と細見さん話して。でもって、その後はもうね、事務所の話し合いですさ。ってことがね、ありました。まあいいよ。だから、けどその後、だからこれで終わりじゃない。これ、そう、KGA さんが、そうそうそう。ドラゴンアッシュの KGA さんも止めてくれて。いや、ブラフマン敏郎さんもね、はい。で、けど、この後ね、ちゃんとね、僕、何年後2、3年後に、北海道のさ、ライジングさんだっけ？ライジングさんフェスで、また細見さんに会ったの。その時はなんか別に普通に、もう、なんかね、僕もだから、あの時はすいませんでしたって言って、で、細見さんもなんか結婚、なんかその時決まってて、まだ発表されてなかったんだけど、細見さんもだから、すげえ機嫌良くてさ、うん、そうそう、酔っ払ったんだろうけど、機嫌良くてさ、うん、だから全然なんか細見さんとも普通に、だから一緒に自撮りしてさ、写真あげたじゃん、あの時。覚えてる人いるっしょ。一緒になんか写真自撮りあげたじゃん。うん、だからまあ別に今はもうなんともないわけよ。そう、うん、今は全然。うん、また酔ったのか。うん、わかんないけど、まあ、でも全然、やっぱ、なんか奥さんもいたからさ、細見さん結婚したじゃん。奥さんもいたから、そうそうそう。うん、だからその時もだからさ、細見さんに言われたのはさ、なんかさ、奥さんがさ、いて、実は、俺、結婚するんだって俺言われて、お前、絶対に、ニコ生で言うなよって。言うわけねえだろって。言うわけねえだろ。それは覚えてる。釘刺されてる。ニコ生で言うね。先に、ニコ生で言うなよって。うん。そう。だから、そういう、でもやっぱね。でも今はだから全然、そういったのは全く、なんもないんで。はい、大丈夫ですよ。はい。うん、もうそろそろ40分か。まあそんな感じです。じゃあ最後にちょっとお茶爆もらってね、終わりしよう。ちょっともう、これから、正規ニコ生に移んないといけないんで、よろしくお願いします。はい。うん、そう。この後正規ニコ生をね、弾き語り配信とかやります。お前ら買いに余裕がある人とか、クレジットカード持ってる人とかね、入ってください。ニコ生チャンネル。はい。お疲れ様でした。まあ、だけどフリキャスやるよ。フリーのツイキャスをまたやるから。お疲れ様です。うん、またやるから。うん、お茶爆もらって終わりしよう。はい。お茶爆ね。はい。ソベエ様あらと。はい。お疲れ様。貧乏人脱出したらあれの。まさかの、うん。バイバイ、お疲れ様、ソベエ様、お疲れ様です。またね。お疲れ様です。ありがとうございます。またね、ありがとうございます。あ、精神赤いさ、正規読みにありがとうございます。またね、ちえちゃんすけお疲れ様。またね、お疲れ様。バイバイ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様、細見さんもありがとう。卵、少しでも、学生じゃない、お疲れ様。お疲れ様です。おつありがとう、お疲れ様です。精神や解散す。メンバーシップも入って、メンバーシップも全然やるから。お疲れ様です。お疲れ様。お茶ばかりです。お疲れ様です。バイバイ、お疲れ様ありがとう。あとでね、お疲れ様。うん。お疲れ様。また後でね。農場お疲れ様。お茶ばかりざっす。話面白い。今来ちゃったニコ生で。またね、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。もうちょっとお茶ばかはみんな投げたのかな配信だ。お笑いやってたから、投げたのかなお疲れ様。投げたのかなはい。もう投げ尽くしたかなけどまたやるから。また全然やりますから。はい。はい。投げました。はい。また全然ちょっとフリーのツイキャスやりますから。精神薬あざっすね、またフリーのツイキャスやるからね。はい、気長に待ってください。はい、終われない。投げません。はい、投げてください。お疲れ様です。バイバイ。とりあえずまたやるね。じゃあね。あとね、楽しかったよ。バイバイ、またね。はい、こっからに、会議で2個の前やります。移ります。はい、よろしくお願いします。なし、気長に。じゃあ、終わりですね。またね。ニコ生フリーでやってください。ありがとう。バイバイ。お疲れ様です。またね。面識もね。またね。はい、お茶ばっかりさんっす。寄ってます。じゃあ、お茶ばっかりさん。はい、ニコライさん。じゃあね、グッバイ、バイバイ、はい、バイバイ。ありがとうございました。またね。ニコライのまたね、お疲れ様。バイバイ、お疲れ様です。はい、じゃあね、20分後に。またネットでよ、また、ね。またニコ生で。はい。皆さんちょっとね、あとは、次、お前らに会うのは、いつになるかちょっとわかんないけど。まあ、またね、家からも会うと思うけど。まあ、あと、みさこの生誕祭ライブが来週とかにあるんだけど、来週とかライブハウス配信、ね。うん、やるかもしれません。ツイキャスで。ライブハウス配信。やるかもしれません。わかりませんが。配信ありますか？だからこれ、ツイキャスとか、ニコ生とかわかんないけど、とりあえず配信はやっていいって許可もらったから。お茶ばっかりざんす。元気でいてくれればあるぞ。楽しみ。あと、やった。いや、いけないわ。いけなくても別に、こうやって、これがスマホがあるんだらできんだろう、こんなもんよ。できるとさよなら。配信見ろ。はい、じゃあ、バイバイ。じゃあ、この後僕は弾き語り配信やります。はい。レア曲とかね。ニコニコチャンネルの会員限定でレア曲の弾き語り配信やるんで。ね。会員になった方がいいよ。あと、メンバーシップもね。500円コース、1000円コース、2000円コース。それもね、やっぱね、こっちもいっぱいやってるからさ、会員限定配信。ツイキャスの方も。ツイキャスの会員限定配信。はい。ニコ生ってどのくらい変動？いやー、めっちゃやってる。毎日。毎日やってるよ。ですね。来年メンシップ続きある。福岡で会員です。ありがとうございます。はい。お金ないの。だからお金ない。お前のためにこうやってやってんだろ。おい。こうやってやってんだろ。だからまたやります。はい。みんなああやってる。大人になるまで入れん。だからお前のためにこうやってやってんだろ。はい。はい。来週も。またフリーでやるよ。またフリーでやるから。待ってて。またフリーでやるから。ツイートもするから。まってね。ああやとね、みんな。みんなあやとね。みんなあやと大好き。あやと。大好きだよ。みんなあやとね。ほんとに。あやと。大好き。ありがとう。じゃあね。